こんばんは、日常演武です。本日はスシローに行っていろいろケーキを食べてきたので、今日はそれを紹介していきますね。いや、寿司屋にってケーキ突っ込まれるかもしれませんけど、はい、ケーキです。ケーキ食べたかったんですよね。ではどうぞ。最初はショコラケーキリッチ。ほろ苦くて大人の味わいが美味しいです。ほろ苦では北海道ミルクレープ。ほろ苦、さすがにドトールほどではないですけど、生地の食感がしっかり感じられました。続いてはカタラーニアイスブルレッテ。食べる前の写真撮り忘れるチョンボやらかした。ブラックバーアイスケーキ。フロミコラボですね。フロミちゃんの魔法がかかってるのが結構苦めです。ここは6つ目は北海道ミルクレープにストロベリーソースとフローズンが乗ったメルバ。さっぱりしてまた違う美味しさでした。最後はショコラモンブラン。チョコで始まってチョコで終わる濃厚で大人な苦味を感じられたスシローのケーキです。いかがでしたか？お寿司屋さんのケーキというのもなかなか侮れないものがありましたよ。どれもとろーっと広がってきて、甘さやほろ苦さを口の中にぶわっと広がってくれました。美味しかったので、他の寿司屋さんでケーキまた食べたいのはもちろん、今度はお寿司も食べたいんですけど、ね。あなたは寿司屋でこの寿司屋のケーキおすすめですよみたいなやつありますか？もしあるのであれば教えていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武、終演。